マクドナルドと裁判します。どうも、名称のハルト、ムスと、モチです。マックさんが最近発売したこちらのご飯バーガー、これですね、約半年前ぐらいにあげたマックの新商品を開発するという動画で、僕たちが作ったライスバーガー、それのパクリなんですよ。どう思います？だって俺らが作ったやつは、そのマックさんで既存で存在してる、確か照り焼きバーガーですよね。照り焼きバーガーのパティを、まあ、お借りしまして、持参したライスのバンズに挟んだものなんですよ。まあ、いわば、照り焼きご飯バーガーのプロトタイプなんですよ。このマックさんがね、YouTube を見てないとは思えない。そうですね。絶対見てんすよ、俺らの動画も。だって800人もいいんだよ。大体この世の心理として、パクった商品っていうのはもうしょうもないんですよ。こんなね、って言ったら手抜き商品だよこれ。既存の照り焼きバーガーのこのパッケージにさ、ペッて当てるだけだもんこれ。だから今回はこのパクられたご飯バーガー食べてみようと思う。あーやる。美味しいわけねえからな。パクってるからな。おい、調子乗んなよ。マックおい。おい。つうわけで今回はマックが出しやがったこのご飯バーガーを、開発者の俺たちが食っていって確かめようっていう動画です。やっていこう。わっ、怖っ。照り焼きからいくよ。だって、いっちゃパクられてんだからこれが。うーわ、もう汚汚ねえな、おい。汚ねえな、おい。汚すぎんだろこれ、おい。ふざけんな。まんまじゃねえか、このサイズ感はみ出してる感じもよ。おい、サイズ感はせめてオリジナルで出せよ。出てるしよ、お前。キャベツがレタスかわかんねえけど。食うか。食ってやるわ。美味しいわけねえんだよ。別に美味しくねえ。全然美味しくはない。俺は好きじゃない。もう今んとこ最悪よ。パクった挙句美味しくない。まあ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 、チキンフィレオね。チキンフィレオな。匂いが意外と、何、香ばしい匂いだなと思ったんだよ。褒めてんのかそれは。マジよ、食べるよ。え、パンでいい。照り焼きよりは美味しいと思った俺は。いいよこんなもん。次、まあ、巷ではこれが一番うまいって言われてんだよ。ん、なんだこれ。エグチか。エッグチーズバーガー。エッグチーズバーガーじゃねえかよ。騙されてんじゃねえかよ俺ら。ベーコンレタス。ん、え、ちょっと前書いてあるの、ちゃんと。まずベーコンレタスって書いてある、こっちには。裏にエッグチーズバーガー。おい、パッケージを使い回すんじゃねえよ。エグチー、これやばいよ。これ大問題よ。責任ある木材資源を使用した紙。えらいな、コストを抑えるために。偉いな。偉いわ。なんか全部汚いんだよこれさ。な、え、しょうもなくなんでこれ商品化で踏み込んだ。